1>, ビズ1月に行われる和歌山県知事選挙をめぐって動きが加速しています元国民民主党の衆議院議員だった岸本周平氏は20日、自民党本部を訪れ茂木幹事長や森山選対委員長、小渕組織運動本部長らと会談しました。はい 私の方で、えー、自民党の県連の方に推薦願いを出させていただいておりますので、まあ、そのご挨拶に今日はあの上がりました。まあ、おそらく週末ぐらいにはですね。一定の方向が出るのではないだろうか、というようなお話でございました。自民党内では、この面会に茂木幹事長も同席したことから、岸本氏に自民党の推薦が出るのではないかとの見方が強まっています。 和歌山県知事選をめぐっては当初、自民党県連が世耕参院幹事長主導で青森県に出向している和歌山県出身の総務官僚を擁立する方針を固めましたがこれに県内の市町村長が反発し事実上、擁立を見送る形となっています。 今回、自民党本部を訪れた岸本氏は元国民民主党所属ながら年明けから二階元幹事長に接触し二階氏が事実上の後ろ盾となっていて政界をめぐる二階氏と世耕氏の代理戦争の様相を呈しています。